ラス・タンブリンはアメリカ合衆国ロサンゼルス出身の俳優、ダンサー。身長175センチメートル。1934年にロサンゼルスでボードビリアンのエディ・タンブリンの息子として生まれ6歳からダンスやアクロバットを習い始める。10歳の時に俳優ロイド・ブリッジスに見出されたことがきっかけとなり、1948年の映画、 緑色の神の少年の早くでハリウッドデビューする。その後は MGM と契約し、小役、若手俳優として人気を集める。1954年に出演した略奪された七人の花嫁でダンスのダイナミズムに注目される。1956年に行われた第13回ゴールデングローブ賞で新人男優賞を受賞。1957年の映画 青春物語で第30回アカデミー賞の助演団優勝にノミネートされる。1961年にはウエストサイド物語でジェット団のリーダーリーフ役を演じている。1966年公開の日米合作映画フランケンシュタインの怪獣さんだタイガイラで科学者のポール・スチュワートを演じたものの、定時の撮影後は共に来日した妻とホテルへ直帰し、 食事の交換の誘いも一切断るなど、前年公開のフランケンシュタイン単一帝怪獣などに出演したニック・アダムスがスタッフや俳優たちと積極的に交わり溶け込もうとしたのとは対照的な態度をとった。撮影現場でも全く演技を合わせようとしなかったため、土屋義雄によれば共演した水野組はタンブリンの態度に怒ってヒステリーを起こしたこともあったという。 ちなみに、このスチュワート役には当初タブハンターが予定されていた。時を経た2014年に、ハリウッドのイベント、モンスターパルーザーで、タンブリンと再会した、サハラ・ケンジは和やかにトークを披露し、同じ作品に出演した同士であることを感じたと、語っている。女優のアンバー・タンブリンは、3番目の妻、ボニー・マレーとの間に生まれた娘である。ありがとうございます。